ベルベージュの駒澤です。本日もオンラインスターに掲載する商品を紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベージュのウェブスターにお願いします。これから紹介する商品が、1月17日ですね、夜21時に掲載いたします。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では T シャツから紹介させていただきます。まずはじめ6デナシブルースの T シャツです。こちら、タグがついてて、ちょっとサイズ表記読み取れないんですけど、メイドインチャイナ製の個体ですね。で、6デナシブルース、1993と入ってますね。日本のアニメの T シャツでもこういった古いアニメは、海外でも日本でも人気の高い、商品なんじゃないかなと思います。サイズ感でいうとミディアムからラージくらいですかね。僕だと全然着用できます。実寸ででもまあラージくらいはあるかなと思います。こちら6デナシブルースでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてバンド T シャツですね。 REM の T シャツです。こちらフルーツの青タグで、こちらもちょっとサイズ表記見えなくなっちゃってますね。で、こちらグレーの、霜降りのようなボディで、REM の、プリントが入ってます。袖と裾はシングルですね。でワールドツアーの時のものです。1995と入っております。こちらも、REM、結構フォトが入ってる T シャツとか多いんですが、この絵の感じも可愛らしくていいんじゃないかなと思います。サイズこちらは L か XL くらいありそうですね。ゆったりめに着用できると思います。こちらお値段が 15,800 円と消費税です。で続いてムービー T ですね。ヒッチ、最後の恋の始め方です。サイズがラージサイズですね。2005年の映画です。シンプルにこの映画の、ロゴのみですね。2005年のコピーライト、公開当初のものしっかり入ってます。バックには、ちょこんとプリントが入ってて、ムービー T の中と結構シンプルで着やすい T シャツなんじゃないかなと思います。サイズもアンビューの L で僕が全然ゆったり着用できます。身幅しっかりありそうなボディですね。こちらの方でお値段が 19,800 円と消費税です。続いてお供のですね、ハウスオブペインです。こちらタグは欠損してしまっております。黒のボディでハウスオブペインですね。こちらプリントも、こういうしっかりプリントされてて、コピーライトも載ってます。でバックにもプリントが入ります。黒地にこのグレーのプリントかっこよくていいですね。こちらサイズ XL くらい全然あるんじゃないかなと思います。僕が全然ゆったり着用できるいいサイズ感です。ハウスオブペインお好きな方おすすめです。お値段が 29,800 円と消費税です。続いてステューシーですね。こちらステューシーの黒タグです。サイズが XL ですね。これもいいボディの色ですね。でフロントにワンポイントでステューシーのロゴが入るのみになっております。バック等には何も入らないですね。夏とかにさらっと1枚で着たいボディの色味とこのシンプルなデザイン、爽やかでいいと思います。サイズ XL で身幅かなりありますが着丈長すぎなくてこれかなりいいシルエットだと思います。ボックスですね。お値段がこちら 12,800 円と消費税です。続いて、トム&ジェリーのロンティーですね。こちら、トム・ジェリーのタグついてサイズがラージです。ブラックのボディで、こちらもコピーライトとかも、しっかり入ってます。98年のものですね。でロンティーで、袖は、リブと入らないタイプシングルのステッチですね。袖も、こちら裾もシングルで縫われております。黒のロンティー、こちらも今の季節使い勝手かなりいいものだと思います。春先とかこちら1枚で着ても可愛いですね。ブラックにホワイトのプリントモノクロで着やすいと思います。お値段がこちら 12,800 円と消費税です。続いてバンドですね。ブラックフラッグの T シャツ。こちらタグは欠損してしまっております。赤ボディでこちらブラックフラッグですね。でステッチはこちらダブルの縫製になっております。でバックにはプリントは入らないですね。こちらサイズ表記あったとしたらラージくらいかなと思います。僕全然ゆったり着用できますね。お供の T シャツどうしても白黒の T シャツが増えてしまうと思うのでこれ赤とかおすすめです。お値段の方が 19,800 円と消費税です。続いてオアシスですね。ジャスクリスターのこちらのタグでサイズが XL です。でもコンディションを触った感じもほとんど、使用感もそんなにないんじゃないかなと思います。でオアシスの、フォトですね。こちらギャラが兄弟とかもいて、でバックが Be Here Now のアルバムの個体ですね。僕も結構好きな曲多く入ってるので好きなんですけど、このフォトもかなりいいと思います。でサイズも XL っていうところですね。大きめでダボッと着用できると思います。
こちらワッソン T シャツでお値段が49,800円と消費税です。続いてネルシャツですね。ファイブブラザーです。サイズがラージサイズになっております。じゃあ赤黒のブロックチェック、定番ですがこの赤黒、アメリカ人とかお好きな方だったら、お好きな方多い配色なんじゃないかなと思います。でこの年代だと結構このファイブブラザーとかそういったネルシャツとかでも肩だったり袖が内縫いになっていることとかもあるんですけど、こちら肩も袖口もですねしっかりダブルの縫製になってて、ちょっとパッと見で作りがいいネルシャツなんじゃないかなと思います。袖先とかちょっとほつれてるのも結構かっこいいですね。じゃあサイズラージサイズで身幅しっかりありますが着丈長すぎないいいシルエットだと思います。赤黒のブロックチェックおすすめです。こちらお値段が7,800円と消費税です。続いてラルフローレンのフルジップパーカーですね。こちらサイズがラージサイズになっております。色味が、チャコールですかね、で胸にワンポイントポニーがいます。でフード付きのフード裏はサーマル仕様になってます。でそれ以外は無地ですね。フルジップパーカーも結構このシャツの上とか逆にシャツの下とか G ジャンの下とか中重ねてあげたりとかして結構便利です。サイズラージで僕がゆったり着用できるサイズ感です。コンディションもいいと思います。お値段が6,800円と消費税です。そして今度はブラックのタイプですね。サイズがミディアムサイズになっております。ポニーは白ですね。こちら紐も残ってるグッドコンディションですね。でこちらもフードの中はサーマルの仕様になってます。コンディションはざっくり良さそうですね。ミディアムで僕は結構いいサイズ感で着用できると思います。こちらも6,800円と消費税です。続いてカシミヤセーターですね。こちら J クルーのものです。古くはないんですけどチャイナ製ではありますがこちらクルーネックの個体です。やっぱり V ネックがどうしてもカシミヤセーター多いんですけどクルーネック でサイズも大きめ、年代は浅いんですけどこういう条件が揃ってるとかなり、レギュラーの中でもいいレギュラーなんじゃないかなと思います。色味もグレーでちょっと大人っぽく上品に着用できそうです。サイズラージで僕らと結構ダボっとなります。全然背高い方とか、なかなか大きいサイズのカシミヤ、探してもないと思うのでこういったもので、着用するといいと思います。お値段が7,800円と消費税です。続いてリバースウィーブですね。こちら目なしのパターンです。90年代のサイズが L、 アメリカ製ですね。でこちら青ボディで、このモックネックのラグランの形なのでこちら、サイドにポケットがつきます。すいません、目なしって言ったんですけどシーマークついてますね。モックネックの形です。で色味も青で、いいと思います。でこちらも、結構作りがそこまで大きくないのでサイズラージで、実寸 M から L くらいで思っていただければなと思います。この形も、探すとなかなかないのでお好きな方おすすめです。お値段が15,800円と消費税です。続いてこちらホワイトですね。こちらトリコの XL です。ケアタグの付く年代ですね。白ボディでネック周りちょっとポツポツダメージありますが、白でCマークがついててコンディションは、汚れ等も目立つような汚れ等はそこまでなくてコンディション綺麗だと思います。ちょっと、細かい点だとこういったところポツンとサビ汚れがあったり、ちょっとこういう軽いシミ汚れがあるくらいですね。全然目立たないと思います。サイズも XL で80年代です。お好きな方かなり多い年代とサイズだと思います。お値段が12,800円と消費税です。続いてこちらは、ブラックですね。黒の個体です。ちょっとタグは切られちゃってますが、この感じ刺繍の、90年代のタグがついていると思います。でブラックボディでワンポイント C マークでお探しの方も多いブラックですね。こちらも、リブも全然伸びてないですしコンディションも、そこまで悪くないと思います。脇の部分にちょっとリペアがありますがこの辺もそんな目立たなそうですね。サイズこちら、2XL くらいあるんじゃないかなと思います。僕かなり大きめのサイズ感ですね。こちらお値段が19,800円と消費税です。続きましてこちら目なしのパターンですね。80年代の XL です。ちょっとポツポツダメージありますがこのグレーボディでこの目なしのタイプです。袖には C マークがついててちょっと多少のリブの伸びだったり汚れ等はあります。裏面もですね結構使用感はありますが、目なしでこういった雰囲気もかっこいいと思います。サイズ XL でこちらもボディも柔らかめの生地感でいいと思います。目なしを探しの方こちらお安いです。12,800円と消費税です。
続きましてこちら青の目なしですね。サイズが XL でこちらメキシコ製の個体になっております。まあ、ただこのクルーネックだと、大きいディティールの違いとかアメリカ製と比べてないのでそこまで、こだわらなければお値段もお安くていいと思います。青の目なしですね。でサイズも XL になっております。こちらの方でお値段が 15,800円と消費税です。続いてこちらレアカラーですね。こちらもタグ欠損してしまっております。90年代ボディですね。で結構珍しい色味かなと思います。で、こちらですね、ちょっとネック部分のほつれ等ありますが、珍しい色味ですよね。フロントには何も入らないパターンです。こちらも使用感ありますが、コンディション、着用に響くようなダメージや汚れは一切ないです。サイズもこちら XL くらい、実寸でありそうないいサイズ感です。お値段が 15,800円と消費税です。続きまして、じゃプリントものですね。90年代の 2XL サイズです。アメリカ製グレーでラバープリントが1段ですね。プリント見た限りもうコンディションがいいのが伝わるんじゃないかなと思います。リブももちろん全然伸びてないですね。バックにはプリントは入らないパターンです。こちら 2XL サイズ、今回ちょっと大きめのリバースイボ、多いのでお探しの方、ちょっと選べると思います。こちらお値段の方が 12,800円と消費税です。続いて雰囲気系の、パーカーですね。かっこいいと思います。90年代の XA ですね。アメリカ製のハトメもちろんついてて、フードの入り口ちょっとポツポツダメージあります。ラバープリントが3段で入りますね。1989と入ります。でポケット部分のこういったダメージ結構かっこいいと思います。ちょっとポケットとしてはあまり機能しないかなと思うんですけど、あまり気にならない方、かなりかっこいいダメージ入ってます。でバックにはプリント、入らないですね。こちらサイズも XL なのでいいサイズ感で着用できると思います。お値段の方が 12,800円と消費税です。続きましてスニーカーを2足紹介します。こちら、コンバースのジャックパーセルですね。インソール90年代のしっかりメイドイン USA の個体です。でヒールパッチですね。ちょっとすり減りはありますが、まだこのヒゲの部分は見えます。こういう感じで使用感は全然あるコンディションですが、この珍しい赤のカラーリングいいですね。でサイズちょっともう表記が、読み取れなくなっちゃってるんですけど、おそらくも7くらいじゃないかなと思います。こちら、普通の赤よりやっぱり目を引くようなちょっと印象が違うジャックパーセル、サイズ合う女性の方とかおすすめです。お値段が 25,800円と消費税です。続きまして、こちらはデッドストックの個体ですね。こちら中80年代のインソールですね。囲みのインソール、ちょっとサイドの当て布はもう見えなくなっちゃってるんですけど、見えない年代ではありますが、ヒールパッチも全くすり減りないですね。でサイズがこちら6ハーフです。こちらも、女性の方とかにおすすめのサイズ感ですね。ピンクのコンバースのハイカットです。でデッドストックですね。80年代、お値段が 25,800円と消費税です。続きましてジャケット類紹介させていただきます。こちら80年代頃のジャケットになるんですが、タグがこちらについてサイズがラージですね。で、ジッパーがこちらのタロンジップがついてて、ウール素材の赤黒のオンブレですね。フラッシャーもついてるのでもちろんデッドストックです。結構身幅があって短丈の作りになっております。こちらラージ表記ですが、意外と僕が気持ちゆったりするくらいのサイズ感になるんじゃないかなと思います。ウェブストアの方で詳しい実寸の方を載せさせていただきますので、そちらの方ご確認ください。デッドストックでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして、こちらリーの 191LB ですね。ライナーがこちらの赤のライナーです。でサイズが46ですね。めちゃめちゃ大きいです。で襟元のコーデュエ、ちょっとダメージがあったりします。でこちらピスネームがレジスタと MR が入ってて、ジップがこちらの、タロンのジップですね。なのでこちら70年代頃の個体かなと思います。ダメージはちらほらあるんですが、デニム自体の色は全然濃いというか深いですね。かなりいい色してる個体だと思います。
でなおかつ46のサイズですね、この辺もやっぱり大きいサイズなかなか出てこないです。自分だと結構ダボっと着用できるようなサイズ感になっております。 191LB ですね、こちらお値段で、お値段が 29,800 円と消費税です。続いてスーベニアジャケットですね、こちらアンドベルベルジンから、ジップがこちら TMS のこちらバタフライジップが使えています、50年代頃のスカジャンです。 A 面の方がこちらトラトデューで、青とこちらですね、こういう風になってます。で結構こちら、雰囲気がいいような個体になってて、ちょっとステッチの抜けとかがあったりするので、この辺は簡易的にステッチを入れ直してあげてもいいんじゃないかなと思います。で後ろですね、大きい刺繍が入ってて、こちら豪華に入ってますね。で B 面の方が、こちらも、B 面が緑で、このイーグルとか、結構いい刺繍が入ってるんじゃないかなと思います。でなおかつこれサイズも結構大きめですね。僕だと全然大きくダボっと着用できると思います。この辺も、状態のいい個体だとやっぱり12万8000円とかしちゃうと思うので、こういう雰囲気いいスカジャンで、お安く、着用するのもいいんじゃないかなと思います。お値段の方がこちら 79,800 円と消費税です。続きまして、ショールカラーのカーディガンですね、タグは欠損してしまっておりますが、おそらく年代でいうと40年代頃かなと思います。ネイビーのカラーリングでショールカラーで、ポケットのついてるカーディガンタイプですね。でこちらなんですけど、ボタンが上はオリジナルなんですけど、下2つですねはちょっと変わってしまっております。ですが、色味とか大きさ似てるボタンが選ばれているので、そこまで目立たないかなと思います。で着用に響くような、目立つ穴とかは特に見受けられない個体ですね。でなおかつこちら、結構サイズが大きめです。この40年代頃の、こういったウールのセーターとかだと、どうしてもアーム周りが細すぎたりサイズが小さすぎたりとかすると思うんですが、こちら実寸で42くらいはあるんじゃないかなと思います。こちらお値段の方が 19,800 円と消費税です。続いてスペシャルですね、こちら、リーバイスの 507WX になっております。こちらパッチは欠損してしまっております。ですがこちら、ステッチがまっすぐ下に降りているので、年代でいうと紙パッチがついていた年代なんじゃないかなと思います。もちろんこのウエストもチェーンの、ステッチワークですね。こちらのセカンドなんですが、サイズもかなり、大きいサイズになっております。なので もちろん再度、ハギがつくんですが、実寸で42くらいありますね。なのでパッチ表記あったとしては44だったんじゃないかなと思います。で襟元もこちらダメージないですし、バックもですねコンディションもいいですし、色もまだまだもう8割以上残ってるかなと思います。色残りもいい、これサイズがでかい、ダメージのないセカンド全然、入荷できないです。サイズ実寸で42あるので、僕だとダボッと肩落として、全然パーカーのウェカーとかで着用できるサイズ感だと思います。こちらの 507WX でお値段が69万8000円と消費税です。続いてバンダナを2点セットで紹介させていただきます。こちらまず1点目がこのブラウン地、もちろんアメリカ製のオールコットンで、この多色使いですね。で2つ目も多色使いになってます。詳しいお写真ウェブスターの方で載せさせていただくんですが、2つともかなりいい柄といい配色のバンダナなんじゃないかなと思います。こちらお値段が2つ合わせた金額6600円と消費税です。続きまして、こちらファティーグの、フォースのパンツですね。なのでリップストップの、パターンになってます。なんですがこちら、すごく良くて、こちらサイズですね、サイズがすごくいいです。 XS ショートになっております。この辺やっぱりどうしてもそのミディアムとかで選んでしまうと、僕みたいな、小柄な方だったり女性とかだとちょっと大きすぎちゃうと思うんですけど、こちらショート丈で、実寸が28インチ、レングスが28インチくらいですね。で、XS でウエストが30インチくらいあります。なのでこちら、普段、大きいサイズしか、ないよっていう方がもしいらっしゃればかなりおすすめだと思います。で、こちらなんですけど、ちょっとこういうところオイル染みがあったり、裾部分もですねちょっと使用感自体は全体的に、コンディションとしてはあるんですけれども、
まあ、裾部分だったり、そこまで、目立たなかったり気なさい方にはかなりおすすめです。こちらの、ファティーグのパンツですね、お値段の方が、7800円と消費税です。続きましてこちら、アーミーチョーですね。60年代頃のアーミーチョーです。フロントフライはジッパーですね。こちら、全体的に多少の使用感はありますが、目立つようなダメージ汚れ等はなく、かなりこれから、履いていける一本なんじゃないかなと思います。でこちらも、サイズ太すぎず長すぎず、ウエスト31インチでレングスは29インチですね。これもかなりグッドサイズだと思います。お値段が7800円と消費税です。続いてベルベレジンの UFO 同店からこちらディッキーズのコーデュロイのデッドストックを紹介させていただきます。ジップが YKK ジップでデッドストック3132表記ですね。でベルトループ細くてもちろん、ちっちゃいタグがついていますね。80年代頃のディッキーズになっております。もちろんアメリカ製です。このエンジの、カラーリング、かなり渋くてかっこいいと思います。黒みたいな暗いカラーリングもいいんですけど、この暗いんですけど、色があるっていうような、カラーかなり扱いやすいと思います。3132デッドストック、お値段が12800円と消費税です。続きましてカーハートの、ダックジのペインターパンツですね。こちらにタグがついております。メイドイン USA の表記しっかりここ読めますね。いいと思います。でウエストサイズは32表記です。で裾の部分がこちらカットオフされてます。でダック地のこの、当たりっていうんですかね、いい感じのフェード感になっております。で、こちら、実寸がですね、ウエスト32インチのレングスが29インチになっております。このカットオフされてるので29インチで、止まってて、かなり今いいサイズ感なんじゃないかなと思います。このブラウン地の、ダックのフェード感も最高ですし、お好きな方ペインターです。お値段の方がこちら7800円と消費税です。続きまして、リーバイスのこちら501ホワイトのデッドストックですね。こちら3134表記でアメリカ製です。でフラッシャーも、シールもついてます。デッドストックなのでちょっと、このリベットの周りとかですかね、ちょっと汚れがちらほらありますが、まだ未洗いなので洗って漂白していただければ落とせる汚れなんじゃないかなと思います。こちらも3134のデッドストックですね。この辺もアメリカ製で、デッドストックってなるともう全然個体数出てこないのでおすすめです。お値段が19800円と消費税です。続いてこちらはブラックですね。でこちら505になっております。で後染めのブラックですね。でパッチ3230表記ですね。でアメリカ製です。505ブラックのアメリカ製っていうのがなかなか数が出てこないです。でサイズも、レングスが長すぎない、この32の30表記っていうのがかなりいいです。で実寸が505なのでレングスが31インチあります。ウエストも31インチですね。ちょっと細身で背の高い男性だったり、普段厚底とかのブーツとか履く方であればかなり、いいレングスなんじゃないかなと思います。お値段がこちら12800円と消費税です。続きまして、こちら、ちょっと珍しい品番ですね。506という品番です。フロントカッパーで、股上がかなり、浅い仕様になっておりますね。こちらパッチ表記506で3134です。でしっかりアメリカ製ですね。かなり珍しい品番なんじゃないかなと思います。オレンジタブもしっかりついてますね。で、こちらレングスもオリジナルですし、色味もまだまだ7、8割程度残ってます。こちら実寸がウエスト31インチのレングスが35インチですね。ちょっとレングス長めなので、こちらコンディションがいいので、ロールアップしたりレングスを上げてしまってもいいんじゃないかなと思います。こちらお値段が12800円と消費税です。で続いてこちらは、519ですね。こちらジップがこちらのジップですね。リーバイスのジップがついてます。で、こちら年代がちょっと519の中でも古めですね。こちら81年の個体になっております。81年ですね。でパッチも残ってて、519のアメリカ製3233表記です。でオレンジタブも当然残ってて、色味も、かなりいい色味なんじゃないかなと思います。フロントも、濃淡も出てますし、色落ちかなりいいフェード感だと思います。
で、こちら実寸がウエスト32インチのレングスが34インチですね。でこちらもちょっと僕には大きいデニムではあるんですが、サイズハマる方かなりおすすめです。古い519ですね。お値段の方がこちら19,800 円と消費税です。デニムの519です。続いてヴィンテージデニムですね。こちらリーバイスの501の66、ですね。こちらリーバイスの501でパッチも残ってます。3436表記ですね。赤タブはスモール E でポケット裏はシングルのステッチになってます。こちらも66らしい、縦落ちが、びっしり入っててかなりいい色落ちなんじゃないかなと思います。鬼ひげとか、濃淡のくっきり出てる個体ではないんですけれども、この66ならではの縦落ち感、かなりいいと思います。で実寸がこちら、ウエストが33インチのレングスが30インチですね。こちらの個体なんですけれども、今結構ゴールデンサイズに仕上がってますが、結構古い段階で裾上げは施されています。チェーンステッチで上がっているので、もう当たりは結構出てはいるんですが、レングスが30インチに上げられています。3330かなりいいサイズですね。お値段がこちら29,800 円と消費税です。続きまして、こちらも66ですね。501の66前期です。パッチ表記、3536表記ですかね。でポケット裏はシングルステッチです。こちらも結構縦落ちが入ってて、うっすらヒゲも出てて、これもいい色だと思います。膝部分が割れちゃってる、右足が割れちゃってる箇所と、左足ちょっと生地が薄くなってる箇所があります。ですがその他、そこまで、かなり嫌なダメージがあったりとかはしない個体なので、これくらいのダメージが許容範囲内の方は、サイズ合えばおすすめです。こちら実寸がウエスト33インチでレングスが34インチですね。ロールアップして履いていただいてもかっこいいと思います。ちょっと大きめに履くくらいがかっこいいんじゃないかなと思います。お値段がこちら 35,800 円と消費税です。続きましてこちら501のビッグEですね。こちら501のパッチは取れてしまっているんですが、赤タブビッグEです。でボタン裏がこちら6番になっておりますね。ウエストはチェーンステッチです。でうっすらヒゲが入っていて、この太ももあたりの色落ちの仕方が本当にこちらかっこいいです。で膝部分の、リペアも結構丁寧に叩かれているので、安心かなと思います。で、股下部分もすれば多少ありますが、そこまで問題なさそうですね。でこちらレングスが、こちらのデニムも上がっているんですが、レングスを上げるときに、ちょっとステッチをほどいて叩いてから上げているデニムになっているので、ちょっとまた、こういった感じで、若干オリジナルっぽく見えるようなデニムになっております。こういう感じで違う生地を代用しています。もちろん耳付きですね。で後ろ側も、こういった部分ちょっとリペアはありますが、お尻の部分が色が落ちてて、うっすらですが蜂の巣も入ってて、かなりいい色に仕上がってるんじゃないかなと思います。でこちらもレングスが上がってる分かなりいいサイズですね。ウエストが32インチのレングスが30インチです。ゴールデンサイズだと思います。こちらもかっこいいダメージと色落ちです。ビッグEでお値段が 49,800 円と消費税です。続きましてこちら、リーバイスの 501XX になっております。じゃあ年代の方が、まずベルトループセンターループですね。で、赤タブは両面の印字があります。なのでこちら、スレキューラアルミです。なのでこちらは、ギャラなしの年代ですね。60年代の半ば頃ですかね。でヒゲも、しっかり入っていて、これも濃淡の出るようないい色してると思います。で全体的にリペアがちょっと多少雑なリペアが全体的に多いんですが、この雑くらいのリペアがなんか逆に雰囲気かっこよかったりすると思います。広く叩かれているので、これから避けてきたりっていう心配はほとんどないんじゃないかなと思います。でバックポケット部分とかも結構ダメージが多くて、雰囲気はかなりいいと思います。後ろ側にリペアがたくさん入っているの僕個人的に好きなのでかっこいいと思います。でレングスはオリジナルレングスですね。多少のほつれやステッチの抜け等はありますが、オリジナルレングスです。
で、こちら実寸がウエスト32インチのレングスが31インチ、323インチ、これもかなりゴールデンサイズだと思います。裾をロールアップしていただいて履いて、定番のスタイルとかで履いてあげてもいいですし、ちょっと崩した感じとかで上きれいめな、服とかで合わせてあげてもかっこいいと思います。ダブル X でお値段が69,800円と消費税です。ちょっとお安いのかなと思います。続きまして、週末に掲載する 20% オフのウェブスペシャルの商品を紹介させていただきます。本日も、結構お買い得な商品が多いかなと思いますので、ご覧ください。まずはじめにゴーマレージのデッドストックになっております。こちらはアメリカ製じゃなくてメキシコ製の個体です。ですが、このもう90年代のアメリカ製のゴーマレージのデッドストックってもう今本当にすごいお値段の高騰が激しいアイテムの一つかなと思います。このメキシコ製で、ニッパチ34表記ですね。ウエストサイズが細い方とかでアメリカ製とかにそこまでこだわりがない方だったり、このディティールが、そこまで極端には変わったりとかないので、こういう濃い色でお探しの方にはすごいおすすめの商品です。お値段が 19,800円の 20% オフです。続いて、こちらは、4号カーキですね。4号カーキは 20% オフになります。こちら、小さめの26ニックの4号カーキですね。もちろんサイドのステッチはダブルの縫製になっております。こちらお値段が 12,800円の 20% オフです。で、続いて、こちらラルフローレンのダウンジャケットの、こちらマルチカラーの個体ですね。ラグランスリーブになってて、サイズ表記がラージサイズになっております。派手な、配色だったりパターンお好きじゃない方とかでも、ちょっと外しとかで持っておいても便利なのかなと思います。ダウンのマルチ、これ可愛らしいです。お値段が 12,800円の 20% オフです。続いてヴィンテージのスウェットですね。こちらヴィンテージのスウェット今、店頭でも結構、お探しの方も多くてすぐ動くのでおすすめです。エンジの、ミシガンの3段プリントですね。ラバーで、プリントがされてます。若干ラメっぽいような感じで、これいいですね。ラグランで60年代頃だと思います。でサイズも比較的大きめかなと思います。お値段がこちら 15,800円の 20% オフです。で続きまして、こちら5点目ですね。最後です。リーバイスのこちらツイールジャケット、になっております。こちらサイズがうっすら見えます。46表記ですね。でかいです。で、この年代はもうオリジナルでタブがつかないので、これは欠損ではなくてオリジナルです。でサイズ表記46で大きめですね。コンディションも多少の、汚れありますが、その分、お値段もお安めなので、こちらをおすすめです。46で僕が大きめに着用できるいいサイズ感ですね。こちらでお値段が 19,800円の 20% オフです。本日の商品紹介は以上になります。ベルベージュのウェブストアの他にもですね、概要欄に、遊歩道店とベルベージュ本店と&ベルベージュの、ベースのサイトの方、掲載しておりますので、よろしかったら皆さんそちらの方も、ご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。